旧駅舎、エーデル形付き65が、通過会側ホームは使われていない、芝山駅は、兵庫県三方郡上町霞区、浦上寺小畑にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。豊岡駅管理の無人駅で通常は普通列車のみ、停車駅であるが、松葉谷の季節に特急、浜風が、臨時停車することもある。自動券売機はない。 戦後直後の食糧難の時代に芝山港で水揚げされた海産物を京阪神へ出荷する目的で1946年に貨物専用の線路を引いたことがきっかけとなり翌1947年6月に開設された駅である1946年に完成した木造駅舎は2018年秋に解体され2020年1月 下旬から、コンクリート製、約11平方メートルの駅舎が共用を開始した。相対式ホーム2面2線のホームを持つ、地上駅だが、海側の一線は使用されておらず、防線構造となっている。線路は減損しているがポイントが撤去され、本線からは切り離されている。駅舎側のホームのみの一面一線として運用され、豊岡方面と浜坂方面域が供用している。 駅舎外にトイレがある。上町町民バス柴山駅前バス停1日平均の乗車辞任は89人である。近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。ありがとうございます。